こんばんは、聞こえてますか？なんでだろう。聞こえてる？おかしい？まだイヤホン刺さってないんだよね。あ、聞こえた？よかった。焦りました。あ、来たってよかった。ありがとうございます。はい、1周年です。わーい。まだギリギリ4月9日です。ありがとう。そう、ファンミーティングお疲れ様、ありがとうございます。あ、テロップ書きます、せっかくだから。よし。あ、福木屋さん、丸尾さん、なつき、ありがとうございます。おめでとう、愛してるよって、ありがとうございます。ハッピーバースデー。ファミ来たかったってね、ありがとうございました。来てくださった方も、来れなかったけどいつも応援してくださる方もありがとうございます。今日のファッション、今日のファッションはね、前のいつだったっけな、オンラインお話し会かなんかで着てたハートのやつ着てます。あ、ありがとうございます、皆さんいっぱい。あ、のみさんもありがとうございます。ファミお疲れ様、ありがとうございます。もう1年経っちゃいました。こんばんねって、こんばんね。あ、黄色の衣装好きですって、ありがとうございます。あ、そう、これはハートのやつです。そう、今日ね、黄色い衣装、春子の時の新衣装を着させていただきました。提案しました、私が。なんか衣装何がいいって話になった時に、コンサートで着たけどオープニングの衣装だったじゃないですか。だからなんか、なんだろう、練り歩きとかもなかったし撮影タイムもなかったので、なんかもっと見たいなって言ってる方いたので、だからその衣装が着たいなと思って、みんな違う色で違うデザインなので、そうだからね、それを提案してしたら決まりました。みんないいねって言ってくれて、こんばんは、あきらちゃんさんこんばんは、ブルームさんこんばんは、あ、たまちゃんさんありがとうございます。見えてよかったって、よかった、一番幸せだったけど楽しかったって、ありがとうございます。あ、仕事で申し込みできなかったってお疲れ様です。ナイス提案。でしょ、ね、そう、黄色なんですよ。クッキーおさん、まろくゆきさん、ヨマちゃんさん、ありがとうございます、お疲れ様です。あ、進行すごい上手だったので、ありがとうございます。それはそれ良かったです。えだちさん、ありがとうございます。あ、ね、サイン、そう、ボールね、投げ放題やったんですけど、そう、あれ、1人50個ぐらい約書いてて、大変、まあ大変ではあったんですけど、でもなんかすごい面白い企画だし、なんかゆいが考えてくれて、すごいゆいっぽくて可愛い企画だし、なんかサインボールっていいことしかないから、すごい楽しかったです。そう、書いてたの、あ、なんかサインボールなんですけど、サインだけじゃなくて、私はメッセージと、あと絵も裏側に書いた、イラスト書きました。え、犬いるってね、今なんか下で吠えてます。そ
そう、ゆいがね、いっぱい投げたかったみたい、サインボール。そう、犬、私のワンちゃんです。ももって名前です。言ったことあったっけね、ワンちゃん出演したい、ももちゃんも出演したいのかもしれないおめでとうって言ってくれてんかもしれないそう、え、今日のメイク好きって、ありがとう何が違うかな。あ、でもね、新しいメイク道具買ったんですよ、すごいボール投げは得意、得意、ボール投げ自体は得意なんですけど、はい、そうなの。西くんさん、あ、なみちゃんさん、ありがとうございます。としのりさんも、しゆちゃんさんもありがとうございます。え、嬉しいね。工藤先生の写真良かったよね。なんかかすみがその1周年を振り返ろうっていうので、みんなの写真フォルダから写真を持ち合わせて1年間を振り返るっていうのをやったんですけど、すごいかすみがたくさん出してくれて、ね、なんかすごいかすみの写真が面白くってそう、工藤先生、うん、ゆなちゃん黄色が似合うよって、本当にありがとうございます。なんか今までさ、黄色の衣装着たことがなくって、ほぼほぼほとんどないよね。だってそう、あ、アリスさんありがとうございます。そうなのよ、だけど黄色よかったです。そう、珍しいよね、やっぱりね、サエの写真面白かった、ほんとユナは黄色いオレンジのイメージ、嘘、初めて言われました。そうなの、嬉しいよ。でもそう、髪行きたかったなって。ありがとうございます、和田さんありがとうございます。最近スマイルしてさん、ありがとうございます。こんばんは、何の色でも似合いそうって、ありがとうございます。ね、1年前がついこの前のように思えるってね。あ、初見さん、コバさん、ランドセル水色でしたかって。水色でした、もちろんずっと水色でした。持ち物も全部水色でした。ノートとかも水色ばっか集めてたね。濃い1年でしたね。そう、本当に楽しかったあ、宮地さんありがとうございます。小林さんありがとうございます。うちさんもありがとうございます。ドアムさんもありがとうございますね。そう、18期配信ラッシュ、なんか先にコヒナがやるって言って、私が次やりますって言って、そしたらみんなやりますって言ってたね。でもせっかくだからさ、したいよね、配信やっぱ1周年を迎える日は今日だから、今日やりたいですよねそうね、1年後選抜なんてテレビに出てるとは。本当ですよ、1年で何があるかわからないですね本当にショールームはしごしてきたってみんなえ、でもみんなまだやってるかな、どれぐらいまだ全員やってるそう、あ、M ステージおめでとうございます、ありがとうございます。18期メンバーで打ち上げとかするの、どうなんだろう。でもしたいですね、またみんなでご飯行ったりとかしたいな。まずもコーヒーのもかすみもやってるってそうなの、ここしか見てないからわかんないってありがとう。そう、面白い、行ったり来たりって、行ったり来たりするとさ、何話してるかわかんなくなっちゃったりしないのかな。え、そう、夢見のケーキ、本当にね、夢見って可愛いんですよ、聞いてください。なんか夢見が今日すごいニコニコで、みんなのためにケーキ用意してきたよって言ってくれて、それでしかも自分で18期1周年おめでとうっていうプレート頼んで
それをつけてきてくれて、すっごい可愛かった本当に。なんかね、前急にみんなにプレゼントくれたりとかして、本当にね、耳最高だよ、可愛い。そう、さすがでしょ。ね、可愛いよね。そうそう。え、1年前はこんなにんちゃんに生まれると思ってなかった、ませんでしたって、ありがとう。ありがとうございます。ね、本当だよね、可愛くて優しいって最強だよね。そうなんですよ、最強です、あの子は。そう、ケーキも、いや、ケーキはくねくねしてないですよ、お店屋さんのやつだからね。そう、なんかゆなちゃん、ゆなちゃんって何ですか。何、ジャージキみんな最強だよって、ありがとう、嬉しい。ね、あ、クロロロシルフルさん、ありがとうございます、嬉しい。コバちゃん、コバさん、もちろんゆなちゃんも最強だよって、ありがとう。あ、そう、推しが消えないうちに聴けて最高だったよって。そうなんですよ、今日3曲なんかパフォーマンス曲を披露したのは、ちゃんと踊ったりとかして移動したのは、最初に言い訳メイビーやって、その後に星が消えないうちにやって、最後に待ち人やったんですけど、そう。あの星が消えないうちにはすごい可愛い曲でやってみたいなって思ってたりとか、可愛いし、なんだろう、すぐなんかサビとかなんかちょっとやったりとかしてて、コンサートのレッスンの時とかで、できて嬉しかったです。待ち人好きですって、ありがとう。そうなの、待ち人参りましたよ、嬉しかったな。待ち人の声であれでよかったんだろうか。え、でもなんかすごい嬉しかった、待ち人さだけど交流してくださって。なんか待ち人の始まりがすごいバタバタだったんですけど、そう、あ、ヨウジさん、そう、誰恋15日初日おめでとうって、ありがとうございます。そうなんです、実は、こんばんは、あ、ミオラブさん、こんばんは。夢が覚めちゃう毎日の魔法よろしく、かわいいよね。そう、またまた本当にね。びっくりだよ、こんばんは、なすびさん、こんばんは。絶対当てたいぜって、当ててくださいぜひ、当選祈願って。ありがとう。ポジションどこですかって、どこだろうね。まだわかんないね、その日初日の方は、まあ何か竹山さんと福岡さんがいらっしゃいますね。当てたいって、M ステサンタくん何の曲になると思う。でもなんかちょくちょくいろんなところで聴いてるんですけど、十年桜が多いですね、聴いた感じだと。どうなんだろう、わかんないな。あ、うちーさん、アリー、ん、アーティーさん、ありがとうございます。あ、今日ありがとう、記念日に会えて嬉しくて泣いてしまってごめんねって。うさやさん、いつもありがとうございます。こんばんは、ゆたさん、こんばんは。そう、17期さん以外の先輩とは初めてなんですよね。そう、本当に楽しみです、初めて
あ、なっちゃんありがとうございます。こんばんは。さみさんこんばんは。みいさんこんばんは。ふっかさんこんばんは。ふとぴーさんこんありがとうございます。ねえなあ、一人思い聞きたいなって楽しみだね、ほんと。え、いちごちゃん、いちごちゃんありがとう。タワー、え、てかさっきくまのおにぎりのタワーもある、もしかして。全然気づかなかった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございますえ、嬉しい。え、18期のイメージカラーなんだろう。でもなんか私たちの公演の18期の公演の衣装が紫で、だからなんか結構紫っぽい感じなんですかねどうなんだろうそう、え、嬉しい。ゆなちゃん押しまして、ありがとう、ありがとうございます。そう、コロネ、そうなのよ。あみ楽しかったって、風さんありがとうございます。やっぱ紫だよね。そう、紫とか青、そうなんですよ。そんな感じ。あ、クイズ、涙もろいのこひちゃんにしちゃったって。ね、涙もろい、うん、でも確かに私もらい泣きがすごくてもらい泣きじゃなくても泣くんですけど、結構なんかすごいそういう雰囲気になるとすぐ泣いちゃうそう、いちごちゃんありがとう。あつしさんもありがとうございます。なちゃん押していいって、もちろんです、ありがとうございます。ね、クイズ難しかったよね、やっぱり。なんかみんな全すごい、全然みんな、なんだろう、簡単っていう予想してて、すごくね、なんかわかんないですけどそう、だから全然たくさん残ると思っててでみんなじゃんけんになるのかなって思って、そう、誰がじゃんけんするかとか決めたんですけど、全然じゃんけんとかね、8択多かったですね。私8択じゃなくて4択ぐらいになってるのかなと思ったら、まさかの全部8択でしたね難しいよね。ね、唯一のはそうサービス問題です。口開いてるはずじゃんね。そう、普段だったらはずなんですけど、寝てる時なので、そうそうなんですよね。ペンライトの色変えるの大変そうでしたね。もうみんなカチ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 ってやってましたそう、あ、マリコさんありがとうございます。マラクエクさん、なっちゃんありがとうございます。間違いだと思っても水色にしてしまったありがとうございますね、楽しかったね。あ、モンさんこんばんは。かすみんが止めの入るのが、いや、そうなんですよ。でもなんか入った時、入ってみんなでお弁当食べてる時からすっごい早くって、もう一人だけ、なんなんでしょうね、すごい綺麗にすぐ完食するんですよあ、ラモーナさんありがとうございます。そうだよね、8分の1は勘では当たんないですよね食べるの遅いのは、どうだろう、誰が遅いかな、わかんないね、噛んでないの、噛んでないかな。でもひなのはね、ひなのはすっごいうどん食べるの早いですよ。もうほぼね、噛んでないの、もう丸飲みうどんね。そうね、こんばんは。与田友さんこんばんは。西さんタイム中遊んでくれてそう、目の前だったからそう、うどんは飲み物だって言ってました。飲み物と喉越しだって言ってました、ひなのが。そうそう、あ、母さんありがとうございます。マリコさんありがとうございます。食べるの
早いのユナにしたってそう、アリスさんありがとうございます、ヨシ君さんありがとうございます超出遅れたってありがとうございます、こんばんは皆さん、こんばんは、ふれあいさん車検ですってありがとうございます、ファミ楽しすぎたってよかった、本当にそう、そばはどうなんですかね、でもそう、うどんが好きって言った、そばは噛むのかなどうなんだろうね、でも楽しかったよ本当に、声眠そうって嘘、本当に、でもなんかさ、お家でやってるとなんかボリュームが分かんなくって、なんか普通の喋る時とかって結構大きい方だと思うんですけど、しかもなんか私が結構勢いよく喋るからすごいハキハキすると思うんですけど、なんかお家だと静かすぎてどのボリュームで喋ったらいいか分かんなくて、なんかちょっと小さめに喋ってるの眠たそうに聞こえるかな、こんばんは、タダちゃんさん、モッチーさん、こんばんは、みんなが喋っても進行が進むのがすごいって、ありがとうひなちゃんの声めっちゃいいって、嘘、ありがとうございます、なんか低くないですか私地声みんな声かわいいよって思って、みんな私が一番低いかなって思うんだけど、どうだろう、歌声とかね特に低いんだよね、そう、低い声好きってありがとう、声の MC とまた違う感覚になったんだね嬉しい、みんなありがとう、なちよくエプリン着てるよね、似合うって、ありがとう、そういっぱい着てます、これは違うんだけど、そうこれもすごい可愛くて、でもエブリンの服いっぱい持ってます、そうエブリン行くとね毎回大森さんがいるの一番低いのはカスミンなんじゃない、確かにカスミンかな、嬉しい、写真の時の MC 褒めてくださってありがとうございます、あ、うっちーさん、プレジョンさんありがとうございます、カタログもらったって、もらいましたよ私もちろん、しかもあの多分コラボっていうか、なんかその初めてどこだったっけな、どこか渋谷でしたっけ、なんかあの大森さんがすごい大きく出てる時があって、 その日なんかすぐ行って写真撮りました初見ですって、ゆきおさんありがとうございます、ルカさんこんばんは、ラボーナさんありがとうございます、おにぎりてるてるくんさんこんばんは、せいせいさんこんばんは、たまちゃんさんありがとうございます、お、すごい、いちご、ありがとう、皆さんこんなに遅いのにね、この写真どこにあるのって、私の写真ホルダーにあるよねえ、1年って本当にあっという間です、和田さんありがとうございます、コロネ、クマコロネありがとうございます、ありがとう、嬉しい、コロネありがとう、1周年、やったねえ、この時間の配信楽しい、嬉しいです、たくさん見てくださって、こんなに遅いのにありがとうございます、可愛いってありがとう、プレジョンさん、ナチュアさんありがとうございます、チーさんありがとうございます、15日も公演でたくさんの先輩と仲良くなってほしい、仲良くなりたいなそう、嘘、私の配信見て寝るといい夢見れる気がするって見れるかな、じゃあみんな今日はいい夢見れます、ね、嬉しい、山口さん一緒におめでとうって、ありがとうございます、
ッチーさんありがとうございます。ヨッシーさんこんばんは。お、13、14のお話し会楽しみです。え、すごい盛りだくさんだね。そこらへんだって12日にM ステがあって13、14がお話し会で15が公演でいっぱいだね。ヤジさんありがとうございます。ゆるちゃんさんもありがとうございます。さっきなんかお手紙書いてもいいってシーズンさんありがとうございます。待ってます。嬉しいお手紙。え、グリさんと一緒に公演出るのどんな気持ちかなって、すごい嬉しいです。初めて嬉しい。そう、最近ユニット楽しみですって、ありがとうございます。ね、なんか嬉しい。最近自主練してたのはこういうのも、あ、ファンミ、選抜の方のファンミと今日のやつもやってたけど公演のもやってて、そう、まだあともうちょっと5日ぐらいで頑張ります。おっちーさんありがとうございます。そう、なんかお家だとすごいなんかできるけど、やっぱりレッスン上だと位置があったりとかするから、なんかそっちの方が練習しやすくて行ってます。お、ファミポストしてくれて本当にそうなの、後で見てみます。あ、すごいももちゃん、そうだよね、すごい急にワンワン言ってるね。いつも遅い時間はそんなにワンワン言わないんだけど、お腹減ったのかな。元気だね。元気な方がいいよね、ワンちゃん。怖、何か見えてるのかって、怖いこと言わないでよね。ね、いや1周年のお祝い、そうですよ、絶対そうそうだよ。そう、普段はね全然全然ワンワン言わないんですよ、すごい静かね。そう、配信出たいかなって、確かにここまで登ってきてくれればいいんですけど、さすがに無理ですね。番犬として優秀って、え、でも全然人が来ても吠えないの。そう、え、すごい、ワン周年って言ってる方いる、ワン周年おめでとうって、すごい面白い。あ、ミンチュさん叫んでした、ありがとうございます。うん、遅いからウーバーないのかって、ウーバー頼んだことないな。そう、ももちゃん、ゆなちゃんがずっと壁に向かってきていただいてる。かしのりさん面白いですね。確かに、まあそうですよね、ここに携帯があるけどその反対側は壁ですから、反対側、向こう側は壁ですから、確かにね。そう、ウーバー頼まない全然。配信って不思議な感覚なんだろうなって、ねえ、確かに不思議な感覚で、ももうちょっと慣れちゃったからだけど、1年間は早かったですかって、すっ
っごい早かったです。なんかやっぱ1年って、早い、本当に早い。全然なんだろうね、すぐ時が経って、やっぱ好きなことしてる時って一番時間経つの早いじゃないですか。そういうことです。身長伸びましたかって、伸びてない、ずっと多分伸びてないと思います。嬉しい、充実してるんだよって、そういうことです。本当に嬉しい、こんなに素敵なおしめに出会えたのが奇跡。ありがとう、みんな大好きです。 KB 一本にして正解って。そう、もう好きなことはね、私は一緒にすると絶対どっちか、まあ、どっちもできるのもあるけど、やっぱり両立の方が、両立するのは難しいし、やっぱどっちかに偏っちゃうじゃないですか、どうしてもね。そう、嬉しい、みんなありがとう。なちゃんのラバーは伸びております。なちゃんしか勝たない。ありがとうございます。そう、今年の夏ツアーもありますし、すごいです、全国行っちゃいます。わすごいよね、楽しみ。愛知で待ってますってね、初愛知です、私。そう、本当あんまり日本あんまりどこも行ったことなくって、そう、仙台も、仙台行きますって。仙台もね、私は初めてなんですよ。そう、旅は楽しいって、楽しいですよ絶対ね。そうなの、美味しい食べ物。そう、初めて、私どこも、本当にどこも初めて。福岡も前一回行ったのが初めてだったし、大阪は修学旅行で一回行っただけで、あとあれか、あの前の歌子かなんかで大阪少しだけ行ったんですけど、たこ焼きも食べれましたね。たこ焼き大好きね、え、ほんといろんなとこ行きたい、楽しみ。たかりんさんありがとうございます。ファンタさんもありがとうございます。そう、仙台初めての、そう、ずんだシェイクね、そう聞くんですけど、牛タンとずんだシェイクが仙台は美味しいって聞いて、絶対にどっちも食べるぞって思ってます。そう、韓国初めてって、韓国は3回、小学校の時に3回行ったことあって、小学校の時だったので結構前なんですけど、そう、でもなんか海外だったら一番行きたいところだったので楽しみです。そう、もうキャリーケースも買いました。そう、海外はね、韓国3回とグアム行ったことあります。そう、家族旅行はね、でもなんかどこだろう、何、冬とか冬休みの時とかに行ったりとかしてたし、夏休みも行った、温泉行ったりとか、そう、なんか雪が降ってるとこどこかわかんないんですけど全然覚えてないんですけど行ったりとか。でも高校はやっぱ部活がとか塾もあったし、こう行ってなかったね。中学も部活あったし、あとは受験だったから。そうなんですよね、雪が降ってとか、そう、雪が降ってたけどどこか忘れちゃいました。そう、もう本当にね、なんか夏休みとかも部活だったので遠征行ったりとか、そう、本当に中学までは、そう、高校1年生の途中冬までやってたんですけど、それまでは本当にもうバスケって感じだったので、ザバスケって感じだったので。そう、あ、なんか今 LINE 来ました、お父さんから。白川郷らしいですとか言ったらしいです
面白い配信見てるなこれバスケやってた時ね髪短かった。でもこんなには長くなかったです。一番短くてもこれぐらいだったかな、これぐらい。絶対縛りたい人だったのでこんなんでした。でもちょっと短いかな、やっぱ長い方が好きですか。そう、こんなんだった。短いのね。一回私が人生で一回だけベリーショートにしてみたい。でも私断然ロング派だね、私的には。そう、でも何歳か分かんないけど、あの一回だけショートにしたい。一回だけねそれ以外はずっとロングでいいですくるくるツインテール見てみたい。くるってコロネとかそういうこと。そう、でもね今の長さが結構ベストなんだけど、やっぱね毛先がねスカスカで空いてたから。そうなの。そう、私はロングが一番。なんかヘアアレンジが好きだから、私がやっぱショートにすると限られちゃったりとかするし、なんかねバスケで邪魔。私ねいつも、いやどう全然邪魔じゃなくって、ここをずっと編み込みしてポニーテールしてたんですけど全然邪魔じゃなかった。そう、そうポニーテール、そう好きなの髪型。そうね、編み込みとかも大好きだし、くるくるしたり休みの日とかはねくるくるしたりとかも好きだし。そうなんですよ。そう、運動するときはね、なんか結構バスケとかやってるとショートの方邪魔だから、長い髪が邪魔だからって言ってショートにされる方もいるんですけど、私はね髪が前にかかっちゃうのが、顔にねこうやってさってなるのが嫌だから絶対縛ってました。そうね、あと6分です。あと6分だけ。あ、ハルコンは黄色の衣装も可愛かったけど髪型も良かったって、ありがとうございます。そう、本当迷って好きな髪型だったけど全然決まらなくって、そのあのね衣装とかやってくださるねのぶさんに、何がいいですか、に何がいいと思いますかって聞いて、それなんかハーフツインだけどちょっと低めなおって提案してくださいました。そう、よかった。全然ね決まらなくって、そうなのよ。そうね、ジョバスはねショート強制のところとかもあったりしますよね、学校。そう、嫌だな、それはちょっとなって思ってたんですけど、私の学校は全然大丈夫でした。何も決まりなかった。そう、結構あれだったけど全然大丈夫でしたね。あ、そうそうね、あと5分いろんな髪型見てみたいね。私もいろんな髪型してみたいです。ありがとう。お、配信初めて見ました、ありがとうございます。そうなんですよ。あ、プラネットさんありがとうございます。こんばんは、じゃあ近宮さんこんばんは。何人形だこれ、ありがとうございます。お団子ね、お、お団子もすね、よくしてありがとう。皆さんありがとうございましたそうよ、あのね探してたらちょっと近くなっちゃいました。あ、ゆのちゃんのサイボールもらいましたって、にゃんたさんありがとうございます。ハーフアップ希望
ハーフアップはねちょくちょくしますね。できるから嬉しい。みんなありがとうね。2年目もお願いします。ボールにはどんな絵、私がね考えたやつね。リンゴヘアかわいいよね。じゃあそろそろランキング読みますね。はい、13位シュエモンさん、一緒におめでとうありがとうございます。12位なつきさん、ありがとうございます。11位えだちさん、2年目もよろしくお願いします。するだってありがとうございます。2年目もお願いします。10位たくさん、ありがとうございます。9位たまちゃんさん、ありがとうございます。8位ファンタさん、ありがとうございます。7位アリスさん、ありがとうございます。6位プレジョンさん、一瞬のおめでとう、これからもよろしくね。こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございます。はい、5位ミャージさん、ありがとうございます。はい、4位ラボーナさん、ありがとうございます。3位いちごちゃん、ありがとうございます。2位和田さん、ありがとうございます。1位福ちゃんさん、ありがとうございます。福ちゃんさんだったのかな、このおにぎりは。ありがとうございます。 Thank you って、こちらこそありがとう。 ありがとうって言ってるね。猫ポーズ？こっち？こっち？ワン。ありがとうございます。明日からの2年目もよろしくお願いします。祝書タイム？何がいいかな？じゃあ普通にハート。ワンってこと。2年目もよろしくね。カラコンウインク。できた？ありがとうございました。1年の1。 OK? おやすみなさい。あとね40秒ぐらい。ありがとうございます。寝ますって、私も寝ますよ。じゃあありがとうございました。またお願いします。初見ですってありがとう。2年目もお願いします。おやすみなさい皆さん。バイバーイ、またやります。ありがとうございました。これからも18期の応援よろしくお願いします。バイバーイ。